国水尾堂で100年にわたって酷使される開脚すず。彼女は同州リオから渓谷に自分と同じような年頃の少女の王が誕生したことを聞かされる。同じことを報国慶州の利家で貧しい暮らしを送る少慶も耳にしていました。法王の娘であったことを忘れられない少慶の胸の内に慶国女王への憎しみが芽生えたのです。だが鈴が憧れ少慶が憎む慶王陽子は何をしたらいいのかわからない毎日に苛立ちを募らせていたのだ。なんだお前は。申し訳ありません。馬屋の者が駆けつけてくるよりもそば使いのお前が遅いとはどういうことだ。まったく12人も養ってやってるのに飛び起きてきたのが3人とは。本間、はい。他の者を叩き起こして祠中の掃除をするんだ。今から？掃除一つ満足にできないしもべばかりだからゆっくり眠ることもできやしない。はあ、私は不幸だよ。すみません、起きて。うるせえ。なんだよ。お願い、当主様が。不幸なのは私だ。私が一番不幸なんだ。慶王、私を助けて。大祭、そう何から何まで反対されては町議が進まぬ。武将軍の人選に慎重になってはならぬと。誰もそうは申しておらぬ。ただ反対のための反対権はためにならぬと。大祭殿は先日の主上の高官姫の不満をぶつけている。そうなのか。高官が幕州公の任を解かれたことは残念に思っておりますが、それは自身がここに赴き潔白を明かせばよいと思っております。今はただ武将軍にふさわしい人物はもっと広く選んだ方がよいと進言しておるのみ。主上のお考えを賜りとう存じます。左将軍中将軍がいずれも同じものを推挙したならそれが適任者なのだろうと思う。しかし果敢としても不足はございません。主上がお決めになる通り。王宮の中の所持を取り仕切る天官府の長は大祭と呼ばれる。土地や戸籍を管理する役が地官、地官長の官名を大司と。瞬間は祭祀を取り仕切る、瞬間長の官名を大僧伯。下官は軍事を司り金軍の三将軍がその配下となる。下官長は大司馬と呼ばれる。州官長の官名は大司公。州官府は法令の管理を行い他国との外交も担当する。統官長は官名を大司空。
刀鑑府では特別な武器である陶器や様々な包丁が管理され、宮中の造作なども司る。この六官府を取りまとめるのが調裁だな。さようです。すっかり学ばれたご様子だが、わからないことがある。ん？調裁、つまり今は聖教が務めているが、私には天官庁や春官庁と不仲のように見える。調裁は六官の上に立つものなのだから、最も政務に長けているはずだ。なのになぜことさらに調裁に逆らうものがある？何か勢力争いのようなものがあるのだろうか？調裁だけでなく、主上に自分の意見を聞いていただきたくて、つい声を出すのかと。私は公平に聞いているつもりだが。王のそば近くに仕える大使、大夫、大砲を参考という。裁縫契機の配下であり、王に助言や還元を行い、今は陽子の教育係も兼ねていた。政治に関与はしないが、陽子にとって最も身近な管理と言えた。そう、こちらでもあちらでもやっていることは変わらない。勉強ばかりだ。お疲れ様です。あの、もしよろしければ一度召喚のもとにお下り願えませんでしょうか？ウイキョウ大使の家に。以前開脚から蓬莱の食事を学んだ者もおりますので、よろしければ夕げにでも。ありがたい。そのように私のことを気遣ってくれるとは。ぜひ大捕ともども遊びに行かせてもらいたい。主将。調裁、武役のことか？はい。天災と妖魔、そして戦乱によって国土は荒れ果てております。士官長が申す通り、まずは大掛かりな川の整備を行いませんと。だが春官長らはまだ妖魔は姿を見せるので、この冬を無事に過ごすには都市の守りを固めよと。しかし治水と都市整備、どちらをも春までに終わらせることはできません。どの川、どの都市なりから始めるべきか、主上に決めていただかなくては。申し訳ないが、私にはわからない。すまない。勉強はしているんだが、ケーキに相談してから。大砲はいつも午後はここにおられません。ああ、首都永州の州公として午後は州の政務を取っている。一州のことであれば逮捕でもお任せできます。しかし国のことを何もかも逮捕に采配していただいたのでは、民への哀れみばかりが先に立ち、国など簡単に傾いてしまいます。分かっている。だが待ってくれ。そうして相手が顔を伏せるとき、陽子はいつも思っていたという。そこに浮かんでいるのは嘲笑か、それとも落胆なのかと。出過ぎたこととは重々承知しておりますが、この件召喚にお任せ願いましょうか？できるのか？急ぎます。新年には布告を出しませんと。ならば六官庁とよく話し合って決めてもらえるか。任せる。わからない、わからない、わからない。これが慶応か。主将。ああ、ケーキ。そうだ、実はウィキョウが。先ほどまで調裁がおいでとか。ああ、例の武役の件を任せることにした。任せたのですか？私にはどちらを優先すべきかわからない。わからないのは国情がわからないからだ。だから国情に詳しい者に任せた。いけないのだったらそう言ってくれないか。書簡の言葉に耳をお貸しになることはいいことです。どうしろと言うんだ。では申し上げますが、一時が万事、調裁の言いなりでは他の官が不満に思いましょう。右将軍の件は二人の将軍の言を入れたまでだ。武役の件は
調裁が任せてくれと言ってきたから。私は皆の意見を平等に聞いている。それなら不満はございません。先ほどお話になりかけた御用とは。ああ、ウイキョウが私を屋敷に誘ってくれた。宮中ではあざなではなく官職名を持って。ケーキ、お前も女王が不満か。私は不甲斐ないか。解決の念が募るか。主上、そういうことではありません。私を玉座に据えたのはお前だろう。お前までそんな目で見ないでくれ。主上、私は。下がれ。おるか、正気。民はお前のことを王宮の宝玉と呼ぶそうな。歌は群れを。お前に勝る宝玉などないわ。さあ。何、ちゃんと仕事してるわよ。私、玉葉の歌好き。本当に？そう。私にも教えて。バカ言わないで。教えてよ。そしたら、ゴブに叱られても叱らないでって言ってあげる。無駄よ。どうして？あの歌はね、お前なんかが歌っていいような歌じゃないの。壺の分、食事は抜きだよ。なに、千は飢えても死にはしない。慈悲深い私が千に召し上げてよかったね。不満なら出て行ってもいいのだよ。それともしばらくせっこと馬屋で寝るかい？お許しください、同志様。やれやれ、本当に注文の多いしもべだ。じゃあ代わりに寒菌を取っておいで。寒菌って破山の断崖にしか生えないあの。お前が取ってくればそれを浅げにして許してやるとしよう。さあお行き。が朝げの用意をしているときにここでぼんやり歌をたしなんでおられたわけだ。すみません、ただお前は人の3倍も5倍も働くべきなんだ。自分の食いぶちぐらいその汚い手で稼いで当然なんだ。一度ぐらい本心から謝ってみたらどうなんだ。口先で詫びを言えばそれで済むと舐めてかかってるんだろう。なんで私がお前の面倒なんか見なくちゃいけない。理家の子供にどうして親がいないのか。お前は
何もかも銃たちのせいだ。お前の父親の。でも私のせいじゃ。本当に。早く戻って。極陽のお父さんが銃たつ。じゃあ極陽は皇主様。あれは都の歌だったの。みんな大変よ。待って、あの人殺しの娘が皇主がいたわ。待って、私は。およし、みんな。なぜ止める。この子には不眠の戸籍があった。誰かがこいつを王宮から助け出したんだ。誰がこんなやつ助けたんだよ。まさか慶州公が。こいつをかくまえる者など慶州公以外にいない。慶州公はあのけだもののような王から私たちを救った。もう役人に怯えなくていい。家族が殺されることもない。その慶州公が助けた者を私たちが撃ち殺していいのかい。しかし私だって孔子は憎い。だがここでこいつを殺しては不義をもって報いることになる。みんなここは怒りを抑えちゃもらえばいいか。あんたが、あん、てめえこの野郎。あんたがそれを言うの。散々私をいじめてきたくせに。当たり前だい。こいつが王宮でふんぞり返って父ちゃんも母ちゃんも殺したんだ。ガモ、かばうことなんてない。殺されたのは本に背いたからじゃないの。お父様だって罰したくて罰したわけじゃない。少しでも国を良くしようと法を作ってるのよ。それなのに守らないで勝手をするなら罰を下されて当然よ。殺されて当然だと。ただ一握りの麦のために。おやめ。ねえ、私が熱を出したとき、カカ様は看病のために畑から離れたの。それって首を落とさなければいけないことだったの。そんなの知らない。孔子だと。玉葉が。本当か。ごぼう。本当よ。やっちゃえやっちゃえ。やっちゃえ。私のせいじゃない。お父様が何をしてるか私知らなかった。だっておもちゃを覗かせてはくださらなかったんだもの。お願いやめて。やはり話に聞いただけでは難しゅうございますね。いや、見事なものだ。料理人に礼を言っておいてくれ、大使。どうぞ、ウイキョウと。そうか、ウイキョウはやはり人並み以上に学んで大使になったんだろうな。いや、女でまだ若いのに大使を務めているから。管理に女も男もございません。そうか、先の王が女を追放されましたから今は少のうございますが、もともと管理の半数以上が女でございます。女兵士も少なくございません。そうか、こちらでは女は子供を産まないからな。蓬莱とはだいぶ違う。ですから慶の国ではたまたま短命の女王が続きましたが、歴史を見れば長く続いた女王は多いのです。教習国の教女王の在位は90年近くになるとか。どうかこの国をよく見て、そして正しくお導きください。ところで召喚はそれほど若くはありません。え、ああ、仙だから。あ、そうか。新年に浮かれるには早いようですが。これは。
何事、誰の許しで金軍を動かしたか。中将軍。大使、許しも得ずに侵略を企てたのはあなた方であろう。侵略。見よ、陶器だ。これは売却を命じたはずの。陶器は線を切ることができる。三皇が大祭と手を結び、交換とともに侵略を企んだことは明白である。大祭が。この者たちは交換の処分を不服とし、その交換に先導されて恐れ多くも市場を亡き者にしようとこんな場所へ。武教主将、お詫び申し上げます。武教、やめろ。お聞きください、主将、我らは。話せ。ウイキョ、本当に私を。そうか、ヒンマン。逆賊、話せ。この本性はキリンという獣だと聞いたけれども、だとしたらなんて優美な獣なのだろうと鈴は思う。十二国記第26話、風の万里黎明の空4章。